はい、こんにちは美容整形の名相談所です韓国の美容整形で失敗が続発しているというニュースなんですけれども、まあ、死亡事故とか、えー、医療事故っていうのはこれまでにも実は報告が結構あってその数がですね、まあ、実際に、えー、その「都管して整形されている方の数が何千、えーまあ、何千人とか。 1>, 1万人ぐらいはいはるんですかねになると思うんですけどその中でも割合的にかなり多く報告されています。でそれが、えっと、日本で美容外科を行っていてそれが医療事故につながる割合よりも圧倒的に、えー、確率が高いので、えー、注意が必要だと考えていますで、えっと、なんでそんなに韓国の整形っていうのが、えー、死亡事故とか医療事故が多いかっていうと。 えっと、そもそもですね、まあ、日本の美容外科とかで、えー、行っている手術と韓国で行っていいる手術ううののが、えー、全然違うものになります。例えばエラ削りとか、えーまあ、V ライン形成とか、まあ、そういった輪郭の手術、えー、韓国でも行っているクリニックはあると思うんですけど日本ではこうですね安全性の問題から、えー、や,やらないような手術 例えば両顎手術とかはあんまりやられてないんですけど韓国ではまあ結構バンバンやっていてでそれががが理由で、えー、死亡事故につながっていることがありますで、えっと、その手術の管理体制っていう部分に関しても、まあ、不安なところがありますので、えー、例えば日本だったら、まあ、全身麻酔をする時には麻酔の専門ドクターが執刀医とは別についていたりとか。 えー、まあそうですね何人かのドクターの体制で手術を行われることが多いんですけど、まあ、そういった管理体制が、えー、あまりできていないクリニックがあの多いので、えーまあ、医療事故につながっているかなと思いますでえー、っとまあいくつかですね韓国で、えー、整形を行う方にあの気をつけてほしいというか、まあ、慎重になってほしい点を、えー、説明したいと思います。 でえー、まずはですね韓国の、えー、病院とかで SNS とかをやって募集しているクリニックはあると思うんですけど、まあ、いわゆる,いわゆる、まあ、大手の日本のチェーン店の病院とかでもそうなんですけどキラキラ SNS 系の病院はあのー、特に、えー、注意が必要かなと思います。えー、と呼び込みがが上上手手なこととと、えー、技術が上手いことっていうのは あの全然話が別のこととななのでむしろあの少ししろ少疑っっかかって欲しいなと思っててかいい思ます、えー、全然こう呼び,込呼び込まないけれども技術が高くて、まあ、その口コミで患者さんが集まってくれば、えー、全然それは美容外科にとってはあのいいことなのでむしろうん広告ばっかり打っているっていうことはその分費用がプラスされていたりとか。 えそうですねまあ集客できない何かがあったりとか、まあ、そういう理由があると考えた方がいいかなと思いますあとはまあ量産型の,あの成形顔のデザインにならないかどうかっていうのはあの注意して欲していいと思いますこれが結構日本人の通訳対応しているような病院に多いんですけど、まあ、結構10年ぐらい 5, 5, 5年から10年ぐらい前に流行ったその量産型の、えー、整形顔の感じになってしまう方が結構多くて、まあ、それもキラキララ SN SNS 系の病院に多いですねでそれも写真が加工されていたりとかすることが多くて海外の病院だとその加工かそうじゃないのかっていうのがかなり見,見分けづらくなっています。 で加工アプリもあの進化してますしその本当にその写真の通りなのかっていうのが判断できなくなっているのでえっとそこはやっぱり注意が必要でですねで最大のあのリスクっていうのはあの万が一失敗した時のことなんですけど、えー、韓国とかではですね、えー まあ海外の美容整形なので万が一のトラブルがあった時に日本でで修正できなくなくることがあります、えー。手術の方法も違いますしまず日本の病院が受け付けてくれないことが、えー、想定されますので、まあ、アフターケアの部分とかを取ってみてもかなり不利になるかなと思います。で最悪なのは感染とかをしてしまった時で、まあ、これはもう本当にどうしようもできなくなる失敗が 生じる可能性もあります。で、えっと、最後にまあ韓国とかタイとかで美容整形されている方は、えーまあ、割合的には少ないんですけどまあいらっしゃるのは事実です。なんですけれどもまあ本当に慎重に、えー、なっていただきたいなと思うのとまあほに上手い先生はえー 誰なのかっていうのをそうですね。まあ、考えつつ。まあ、アフターケアも充実しているかどうかっていうのを見てほしいと思います。一応ですね、えー、こちらの相談所ではですね。病院ごとの、えー、失敗確率とか。まあその修正の確率とか。 まそういうのも口コミから集計するようにはしてますので、えー、っとその病院の口コミはどうなんですかとかそういうご質問等ありましたら、えー、下の概要欄からご相談いただければと思います。えー、っと個別に名義のご紹介も行ってますのでそちらもメールフォームから送っていただければと思っています。今回はですね韓国の美容整形のリスクに関して解説させていただきました。 ご清聴いただきありがとうございました。